愛西市は、愛知県の西部に位置する市。鞘駅周辺の建物2005年4月1日に、海部郡鞘町、立田村、八階村、沙織町の2町に村が合併し発足した、県下32番目の市。木曽川を挟んで岐阜県及び、三重県と接する。愛知県の西部はほぼ、木曽川が県境となっているが、愛西市は、 木曽川の西岸にも集落が存在し、この辺りでは、長良川が岐阜県、三重県との県境となり、愛知県の生誕地点となっている。隣接の津島市を北西南から囲む、カタカナの火の字のような地形となっており、津島市を境として、市南部の大半は、海抜ゼロメートル地帯となっている。戦国時代には、稲沢市平和町とまたがり、 一説では、織田信長が生誕したとされる、諸端城、信長の弟信沖が城主であり長島一行、一気にて自陣した小木工場が築城された。江戸時代には、鞘にて三里の私の港があり、三大将軍、徳川家光により、鞘街道、後に、鞘大館所が設けられた。東面阪自動車道のインターチェンジに隣接し、 陸上輸送の拠点としての役割も果たしている。お奇跡層から形成された、肥沃な土壌を生かし、レンコンイチゴ、トマト等が特産品である。いわゆる平成の大合併による市町村合併に際しては、氏名は公募などにより愛知県の西部に位置することから愛妻市となった。氏名については10の候補が合併協議会に諮られ採決がなされたが、 有効票の過半数を得たものがなかったとして、比較上位にあった愛西市と海西市による決選投票がなされ決定した。日本の市を五十音順に並べると、当市は兵庫県愛尾市の次になる。愛西市役所のある旧佐野町地区周辺の空中写真。1987年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。長良川大橋と竜田大橋河川愛妻市への合併とともに、拡張村の大技は、大技から、町の形で町名に置き換わっている。現行の町名村政治に廃止高齢化などにより、2024年には6万人を割り込むことが予想されている。 鞘街道三里の私、尾張名所杖先道平河川公園にある、ヨハニスで、霊化像愛妻市図書館、木曽川文庫先道平、公門海外2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ、一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。 国内暮らしエホームプロダクツ津島、工場農業全国有数の規模を誇るレンコンの産地である。ビッチュー、ロータスホワイト、金清の3種を育て、露地栽培、ハウス栽培を兼ね一年中出荷される。砂糖漬けが名物。また、ハスの開花地である初夏には、2カ所で、田園が開かれる。その他の特産品には生姜、イチゴ、トマト、カラー、 酒がある。愛妻市長方町新在場の蓮田の、様子工業商業物流電力ガス、上下水道電信愛知県立沙織特別支援、学校すべて愛妻市立である。すべて愛妻市立である、佐賀駅以下の路線及び、近畿日本鉄道名古屋線が、富吉駅と、スケコ駅間で地域を通過しているほか、富吉社湖の敷地内の一部が地域にかかっているが、 富吉駅は、蟹江町に属する。愛西市巡回バス路線バスかつては、津島駅マ旧地地線が名鉄により運行されていたが、2000年3月末をもって廃止されて以降、愛西市内で運行されている。路線バスは存在しない。公共施設利用の利便性向上のため市が、巡回バスを運行している。鞘ルート、竜田ルート、八階ルート、 サオリルート、長者間ルートの5路線を、運賃無料で月曜日から土曜日まで運行している。道の駅立つた触れ合いの里高速道路、東名阪自動車道正式に市内に所在するインターチェンジはないが、ヤトインターチェンジの施設の一部が含まれる。また、市の北部は、名神高速道路の岐阜羽島インターチェンジへも、比較的近い。 国道剣道は亀城古木工場跡太田壇城、忠平村信貞古城石最高寺効正新名社淵高新名社ながら川、大橋立田大橋デイキャンプ場愛妻市内に約180の神社、寺院があり、そのうちウィキペディアに専用ページがあるところ、ウィキペディアに専用ページが作られていないところ、市のマスコットとして愛妻さんが定められている。 2010年10月24日、愛妻市の市政5周年記念式典で、地域活性化のシンボルとして初披露された。合併前の4町村の歴史と文化を継承し、愛妻市としての今後の発展を期待した、明るく親近感のあるイメージとしてデザインされた。ありがとうございます。